集合で、もう集合で4人は間隔を空けて撮っていただくみたいな感じです。いいですか。いやあなただ。いきますかね。はい、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 めちゃくちゃ勝手にいくよな。ボタンすぐ押さなかったのと、源さんたちが今っていう現行犯主張してるのって、ゆるクールで考えたら納得だわって思っちゃっちゃ。ゲンプテ、はい、ないぼー、ないぼー。あの、僕昨日からシェリフ4回引いてるんですけど、さっきの含めて。あ、さっきもそうなの。はい、さっきもシェリフ で全部初手師なので、次シェリフ引いたらもうずっとキルレンダで歩いてやろうかな。初手師になるから。新しい、もっと分けてよ、欲しいよ俺も。まあ今回は違うよという暗示ね。え、怪しい。お見合い行く。プーテン怪しい。なん、プテや。配電盤前。いや、プテじゃないです。どこの、どういうことだろう、これ。展望デッキ、おまおじさんが最初に、配電盤前待機をしてて、僕も配電盤前に、配電盤に、勝ち合わせたかったんで、右2回目を勝ち合わせたのが僕なのね。で、高田プテハシおまおじは多分配電盤前1回3人でひっついたと思うのね。ひっついたし、俺は配電盤前だよね。てか多分俺とプテってほぼ同着ぐらいだと、まあ、同着ぐらいか、うん、同着だぐらいだと。でプテだと思うんだけど、ネロちゃんもいたはずだから。俺はアプロドが行ってますよ。あ、そっち行ったの。俺が着いた時はオマが配電盤前にいて、プテがそれを触りに行って一回勝ち合ってる雰囲気は分かってる。うん、おまおじが直したのは誰なんですか。直したのはおまおじさんなんですか、これ。一応僕だね。僕は今直した瞬間、下がって展望デッキと棒でのちょっと下にいて、離れた瞬間に肉になったのも見えたから、まあボタンを押そうとしたんだけど、高田さんがレポート。他に入ろうと思ったら入れる、お二人目線。まあ後ろからだったら入れるな。で、手で直っ、いや、いやでも無理かな。一応全員の意識かな。僕エレキでガチャガチャがラストで、源さんもその辺に10秒くらい前にすれ違ってる。そうですね。そしても最後アーカイブまで行ってます。源、うん、さんアーカイブなの。ああ、はい、私はガミさんがシャワーの奥のカンカンのところのちょい手前にあった金で、はい、私自然ガミさんができない、停電入る瞬間ぐらいにガミサントスがシャワーで合ってるので、まあ無理だと思います、ね、あれメインシャワー感閉まってなかったっけ、ガミさん。なんかああ、サントスさんが開けて入ってきたような気しますね。そうだから、ゲンさんってどういうことと思ったけど、あ、シェリフです。じゃ あ僕がシェリフなんで無理です、それは。ネロちゃんなんで出ないの。その対抗、ネロちゃんなんで出ないの。その対抗だって俺別に容疑者じゃねえもん。俺から武雄さんは無理って言える。だってお二人目線で俺は離れてるんだから、俺が切れるとこなくないですか。お二人に俺が映っちゃうはず。いや、そう、確かにネロちゃんのは僕視点では見えてないのよ。でもネロちゃんってプテさん書くみたいな。まあまあまあ、いいや、結局だ、ゲンさんの方が怪しくないですか。だってドアどうやって開けて入るのって話になるから。そう、うん、圧倒的にゲンさんの方が怪しいと思って。どうしましょう、じゃあ俺ゲンさん切ります。この方がいいかな。まあいいんじゃない。ここでゲンネロ対決はいいじゃないの。いや、対決しましょうよ。かかってこいよ、うん、うちはネロちゃんが人外の可能性も一応あるからね。そうね、それが一番分かりやすいと。エンジンで、トスガミ目線ではもうほぼゲンさんって確定だけど、扉上。じゃあお二人現場来てほしいです。トスプテじゃない、トス神。はい、上がってこいハゲ。おいや、ほぼプテだと思ってたけどな。
それでよかったか。来てね。ああ。いやプテですね。プテタカ対抗でいいですこれ。はあ。アルマって石油にいたよね今ね。石油ってか、カメラ前にプテタカあるなんで。まあ、ゲンさんは次回確定で。結局ゲンさん抜けに行きます。あそういうことか。あそういうことか。気が変わりました。あじゃあ高田さんがさあオッケーオッケー。高田さんが。配電盤切るのあれだ僕視点でのインポスター。まあまあまあ自分も同じです。あれこれどっちなんだ、プテタカやり始めるとゲンさん一回処理するのどっちの方なんだ。まあゲンさん先処理でいいと思うよ俺視点はね。うん別に、ま、マットの可能性の方が高いとは思います。ゲンさんはまあでも7人盤面だから多分プテタカの優劣って全体がつかないと思うから。あいいんじゃない、うん、ゲンさんってね、うん、僕が道連れとかね、まあ、そう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 、ね、俺が道連れがあるから全然ゲンさんからでいいと、まあ、マットメイト予想だと思うからインポスターだったらラッキーだし。あとアマース慣れてるぜに聞きたいんですけど、マットメ高い人よりもなんか9人だから、うん、ローラーの方なのかなと思ったんですけど、どうなんですかみんな的に。まあ8人盤面で絶対ローラーできるというあの意識があるから、多分どっちもある人数が多い時にローラーし始めるもあるし、今言ったようにゲンさんの黒猫でてか高くて間違えたら2キルで半 PP だから私するのが良くないですか。原産、まあね、だから配置間に合うならって話も、うん、だからどっちもあるまあ任せるよ別に、うん、基本8人でもほぼローラーは完遂できるはずだから。あれ今停電かなんか入りませんでしたっけ。何でも入ってない。何も入ってない。入ってないか。うんサントス神はそんなに疑ってないか。なんか2人の意見に僕は同じところに入れそう。まあ確定人外からでいいかなとは思ってますけど。でもネルちゃんが新シェリフだからネルちゃんのあれでもいいけど。あ、そうですね。そういえばいたわ。うん、そう、そっちの方がより。どうしよっかな。プテ足からがいいよ。いや、俺も結構プテかなとは思ってます。初手マジ怪しかったんで、プテの動き。まあでも、いや、でも原産からでいいや。うん、もう、あの、はい、村目線そっちの方が分かりやすいと思うんで。まあ原産インポスターも全然あるしね。うん、あると思うね。シェリフ能力は使わずに会議挟む感じですか。それでいきます。はい、そっちがいいと。行使しないです今後。シェリフいたか一人しか死んでないからな。そりゃいや生きてるわ。計算だ。はい。道連れなかったよ。え、計算道連れそれ。あ、じゃあ、僕がね。まあ、俺はプテから行きたいなと思ってますけど、うん、ローラー仕切る場合って5人。ね、ローラー無理よ。無理ではな。別に無理ではな。いや、6人2ローでローラー無理やろ。だから、僕のおすすめは、セリフ講師かな。シェリフ講師で、シェリフ講師は余計。いや、それが言ってるな。ペさんから釣りを進めるけど、その論が出るな。頑張っ。うん。だってさ、今現状僕がクルーでネロちゃんが僕に入れたいって言ってるから、僕視点って6人2ロー盤面になるの確定なのね。うん。だったら30秒のキルクールで、ダブキルプラス誤爆が僕視点でか僕が釣られたら絶サボが入るダブキルが可能じゃん。でもその配置を分配しながらダブキルを防止できる方が僕は強いから、僕してはそれを提示するしかない。まあ俺から言うのもなんだけど、俺がインポスターの時が多分激キツだと思うから振り分け考えるかね。まあその場合も脇があれになっちゃうけど、自分俺がインポスターだったら相方とダブキルで結局って感じになるから、まあ、自分がクルーだから別にいいんだけど。でもまあ任せるわ、うん、まあ任せる誤爆に合わせて2人がキルしたら終わりだからそうそっちの負けだから、それができないように、それができないようにあのすべきだと思った。例えばクルーは僕プラスもう1人をエンジンに呼んで他は走ってもらうとかね。クルーは俺インポスターだったらエイジ行くよそれ高田さんがエンジンに向かうようだったら みんな視点でさあのより警戒できるんでね。まあまあまあ任せるわ、とりあえず任せるわ。僕はもう別に主張できない。ネロちゃんに、まあ、高田プテ同一の状態でシェリフネロちゃんに疑われたら僕やることないもん。まあそうよね。まあ釣り切りでいきます俺は。 OK、はい、じゃあ、まあ、配置してね配置してね。
もう時間ないからできない。俺米行くわ、うんうん、ボタンないんで右行きます。ボタンへできるだけ走ります。雰囲気で最近は失礼な。そうなんや、そうなんやけど。まあ確かに高なんかどっちも一緒なんだよね、状況的には。勉強だから高田さんがブルーだろうとインポスターだろうとシェリフ行使した時点で、あ違う、プテがクルーでシェリフ行使した場合、お前よし、ナイス。まあ任せます。ちなみに左は俺が直しました。まあそうなんだね、うん、まあ優劣つかないんで取り切りで俺は行きます。まあまあ、うん、マスクは無理です。同じく5人一郎で何もやってないやつが1人ってことですね。そうなんですよね。5人一郎で、いやでも僕の白目上げるんだったら、あの切り合いの時にボタンを押したの白くない。いや間違いない。だからトータスさんぐらいなんですよ、その白要素があんまないとって。いや別に黒いって言ってるわけじゃなくて、ガミトスってゲンさんの違和感を提示した人間で、まあそこにインポスターいる可能性は全然ありますけど、お兄貴のボタンはとにかく白かったなっていう印象は僕はあります。ただ優劣つかない。どうしよっかな。釣った上で切る講師とかでも、うん、ありっすよね。どうせ終わんないし。そうなんだよな。いや、まあ、ギャンブル一発してその人白隠して、そうするしかないよ。白隠した人死んだよ。白隠した人は本で多分この流れ俺や。それがインポスターだったらラッキー。パスク進行がないからないね、これはかなりないね。いやそれありだな、白隠一人作っちゃってネロちゃんハブいたら4分の1か、4分の1パチンコ、4分の1パチンコ25%。もうちょっと、ちょっと4人4人エンジン来てもらえません？分かりやすく配信しよう、分かりやすくね。オッケーオッケー、うん、パチンコ誰打つ、うん、打ちます。そう、誰に打つかを俺はもう決める。パチンコ、パチンコしましょうじゃん。4分の1当てろ。じゃあ、定年やったわけで大丈夫。あーそうね、定年になると展望でやります。新しいな、新しいね。展望でやりますか。展望で、うん、展望集合で4人は間隔空けて撮っていただくみたいな感じです。何その処刑いいですか。で位置が変わってる人いたらもうその人インポスターで決めるって釣っちゃいましょう。位置が移動で、そう、俺が仮に死んでてで誰が白角だってなった時はもうそれで位置が変わってたやつがインポスターにしましょう。これスキップ2票出た。誰な。停電は俺が直すんで。うん、はい。触らないように。だって分かんないもんこれ。すげえ新しいパターン来たな。いやいやあなただはじけた。ガミさん？どっち？トータスさん打ってると思います。多分僕は打たないと思うんで。右側だよね。うん。はい、ああ、多分サントスさんは見えてなかったと思うけど、確かにトータスさんの真下では、うん、そう、俺の距離下右側ぐらいです、ね。だから右組だなと思ったけど。そうそうそう。絶対弾けてて、いやそっか、ラグを考慮して、うん、ラグを考慮して止まるべきだったか。やべえ。竹尾さんだっけ？ボタンだっけ？なんか。そう、切り合いの時にボタンを押したから白いんじゃないっていう主張。それか、ゲンさんを詰めた。わかるな。ガミさん、サントさん。まあ、うん、詰め始めたんがサントスさんで言うと、サントスさんの方が白目は高いんで、うん、ガミさん、竹尾さんの二択かなと思うんですけど。なんで4分の1しくったやつに3分の1強いられやなあかんの。いや、でもこれ、トータスさんの可能性あんだよ。トータスさん、切れよかったな。そんなことあります？コイントス3回連続裏返ったりするでしょ？どうしますか？2分の1 あ、まあ、僕の目線は多分竹尾さんかなと思ってますけど、あのね、あの超薄いけど、うん、ガミさんが、うん、なんか
あれトータスさんじゃないって言ったじゃん。なんかガミさん、ガミさんがトータスさんじゃないって勧めたから、なんか印象いいなと。私は分かんないんだけど右の事情は。あでもそんなに真っ白だったの、ごめん、私がストレス知らないから。ああそうね、ちょい下、ああそうなんだ、あじゃあ右側ぐらい、あ、あじゃあごめんなさい、まあ、あとはトータスさん隠しろでアクションゲームにかけるっていう作戦もありますけどもうこれ以上やりたくない、負けないとここで負けたい、俺3分の1引き損ねて負けたい、うやべえ、やっちゃったしんどいならもう一回ボタン押します、今話が。いやいやいい、もういい、もういい、もう残り、まあ、すいません、僕はサントスさん、あの源さんの下りで疑えないんで武雄さんに入れます。おえ、そこまで決めきれるかみさんが一番怪しいとは思うけど、そうね、まあ、あーでもそれは悩むな。いやこれ到達さんだと思うわ、白く見てくれてたっていうのがまあ僕のね、うん、ああ、いやミスったらごめんやけど、もう止まればよかった、ミスった、これ、いやこれはむずいよ正直、いや、楽しいわけ、ネロちゃんが楽になるだけの作戦なのであらあらやべえ。おお、シェリフのバトンだ、確かにな、これネロちゃんがラフになるためだけの進行。止まれば止まればよかった、ちゃんと。山田タスクガチャあるよ、タスクガチ。ガミ言ったの？ガミさん言った。あ、ガミ言ったの？え？あ、ガミさんに言ったんだ。ガミさんに言ったんだ。あれガミに入ってんだ。そうなんや。ちゃんと止まんなきゃいけない。ラグを考慮しなきゃいけなかった。いやこれタスクガチャありますよ。マジっすか？あります。そんな。こんなゲームあんのかよ。達人の間合いが待ってる勝ちだもんな。え、サントさんなんだ並んでる絵面良かったな。ゲンガさんへの指摘ちょっと白く見えるのは見えますよね。めちゃくちゃ白かった、ちょっと映るよねあれ。ガミさんからサントさんへのパスじゃなくて、サントさんからガミさんへのパスだから、え、サントさんがインポスターなの？そう。でもあれ知らなかったですよ、これ。いや、わかんねえ。おー、すごいわ。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。すげえ。初手、ゲンさん切り落としたらめっちゃ刺さった。うんうん。めちゃくちゃ刺さってる。ね。サントさん、最後にかキルしないもんね。そうね。ほんと何もしないで震えてました。あれは極だわ。わからんよな。だからあれはもうでも上昇ない。